ライアートゥルー、あなたは信じる島谷転がる都市伝説を超えてる。どうも、小池です。アンバサダーのトイです。だから久しぶりの外ロケなんやけども、はい、ここどこか分かる？全く分かんないんですけど、こちらですね、後ろとんでもないものありますよね。そうそう、もう見てもらったら分かるんですけども、日本じゃありません。え、嘘嘘、日本です。ここは前ね、キサラゲ駅の都市伝説扱ったの覚えてます？はいはいはい、じゃあここ異世界ってことですか？もう異世界に近いかもしれん。あ、いや、ここはですね、僕がね、はい、まあ、以前そのキサラゲ駅の紹介の時に、うんうん、ちょっとポロって言ったお話の中に出てきた、はいはい、榊原温泉口にあるルーブル彫刻美術館なんですよ。はいはい、どういうことかっていうと、はいはい、僕ね、当時大阪に住んでた時に、うん、名古屋に彼女がいて、うん、よく近鉄電車で通ってたんですよ。はいはいはい、はい、まあ、当時は特急のアーバンライナー乗るお金なかったから、うん、なんとかこう鈍行で行ってた時に、節約してね、そう、ちょっとね、あの仕事終わってからうと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 こう寝ながら行ってて、パッて起きた時に電車の外にすっごい濃い彫刻がねあって、びっくりしたんよ。起きた時マジ異世界来たと思ったからね。まあ確かにね、そうそう、でずっとずっと学生時代が気になっていて、いつか行きたいなの場所にもう一回と思っていて、そこようやく来ることができたんですよ。だって起きたらミロのヴィーナスある、めちゃくちゃ怖いからね。そう、しかもちょっとチラッと見えるあそこめちゃくちゃでっかいやつあるでしょ。あれすごいっすね。そうそう、あれ気になると思うけど、あれはまた後ほどということで。何あれ、あの金色のやつ。そう、こちらルーブル彫刻美術館なんですけど、はい、ルーブル美術館ではどこにあります？それはフランスパリよ。そうね、から姉妹、姉妹認められてる本物の美術館なんですよ。え、すごっ。そう、だからね、貴重な数々のね美術品がこう展示されてるんで、僕たち都市伝説の中でもそういうものから考察したりしてお届けしてるじゃないですか。生で見れちゃうんですよ。生で。そう、ほとんどのものが、しかも現地のものを監修されたもの、しかもそこからスキャンして本物の方から起こしてるものもあるんで、めちゃくちゃ貴重なんですよ、これ。じゃあ世界の秘密分かってもらうかもしれないよ。今日分かってしまうかもしれません。早速行きましょう。はい、ね、いや、すごいでかいね。ミロ、腕が。いやいや、何を言ってんの。本当不謹慎な。違うんですよ。このミロの腕ってのは、この何か考察されてるんですよ。はいはい、何を持ってる、リンゴ持ってたんちゃうんかとか。あ、そういうのもありますね。まあ、そういう話がありますから。しかもね、はい、YouTuber 史上初だってこうカメラ入れるの。ここ入られる。そう、僕たちが初めて。じゃあ行ってみましょう。よろしくお願いします。どこに言ってんねん。感情。もう石にされてるよ。メデューサの仕業かな、これ。でさっきルーブル美術館と姉妹館ってことも言ったんだけども、はい、バチカンの美術館と世界中の有名美術館のものも提携して、うわー、見ちゃった。これまずツタンカーメン。そう、ツタンカーメンのね、マスクですよ。いや、ツタンカーメンの目合っちゃった。呪われるとか言いますもんね。これ結構な呪いですよ。そう、まあ、小屋スタイルを前に取り扱ったけども、はい、まあ、1922年に、まあ、王家の谷で発見。そう、22人ぐらいかね。そうそうそう、発見後にツタンカーメンの呪いとされる謎の怪事事件があったということですね。都市伝説的にはね、これすごくない？ちょっとまずさ、表面はまず見ることあるやん、うん、裏面どうなってるか知りたくない？いや、確かに。ちょっと裏面見てみよう。うわー、うわー、あ、こういう文字が刻まれてるのね。すげえ。え、何この文字、すごー。で、このツタンカーメンだけはその本物のところから型を起こしてないということなんだけども。そうなんや。でも雰囲気こういう感じなんだって伝わるやんか。いや、すげえな。すごい、ツタンカーメン王の黄金マスクというところで、まあ、あまり詳しく知らない方もこういうね案内があるんで楽しめますよということでね。で、ちなみに東洋君、はい、黄金のマスクの呪いって具体的にどんなのがあったか覚えてますか？でもなんか持ち運んだら人がまあ倒れるとか死ぬとか事故が起きるとか。そう、怪奇事件は今言った通りなんだけど、はい、例えばね、2021年3月にエジプトで起こった一連の事故がなぜファラオの呪いと呼ばれているのかというと、エジプトのカイロにあるエジプト考古学博物館から古代エジプトの王22体のミイラを5キロ先に建設された新しい博物館に移送すると。こうやって、待って、やばいかもしれん。なんでカイロ出てきた。そのために仕込んでたのね。可愛いやつやな。自分のカメラで映さんのやねん。首都カイロ。しょうもな。移送するときにそのパレードが盛大に行われる予定だったんだけども、はいはい、パレード目前になんと大事故が続いていることから、世界中からファラオの呪いなんじゃないかと。この下にも取り扱ってものすごい再生数を叩き出した黄金のマスク、ツタンカーメンの黄金のマスクがお出迎えをしてくれましたということですね。はい、うわっ、トイ君、はい、見て見て見て、これこちらですよ。まあ、見るとこたくさんあんねんけど。はい、こちらニケですよ。ニケやね。そう、なんか本当にこういうさ、土台の部分とかもこうなってるんやって、めっちゃ見れるのいい機会やな。これさ、土台三角形じゃない？パワーを感じるな。
すごいねこれね。こちらですね、サモケトラ島、まあ、ギリシャなんですけども、そこから出土したなんと作者不明のものなんですね。見つかったのは1863年なんで、はいはいはい、相当歴史感じませんか。いやめちゃくちゃ感じますし、これ この角度で見たら、これ見てこの絵、ピラミッドパワーで光が差すニケ、まさに勝利の女神感ありますよ。あ、確かにね、上ね天井気づいてもらったと思うんですけど、ルーブル美術館のね三角形のところと同じような感じですよね。でこれなんで頭がないと思います。もともと頭がない種族やった。どんな種族やねんそれ、怖すぎるやろ。サモートニュレ人みたいなやつ。これ、ね、頭がないからこそ想像力を駆り立てて印象に残る作品であるという作品。あ、じゃあ最初からなかった。そうなんですよ、落ちちゃったわけじゃないと。もともとサモトラ家のニケは発見されていた時に118個の断片で発見されてたんだよね。へ、はい、そして、まあ、頭部も、ね、一応あるらしいんですけども、はい、両腕とかも今も見つかってないんですよね。ニケ腕がやめなさい。あんだ、もともと都市伝説なんですけども、うん、アフリカに存在した首なし人間のブレム・ミュアエ人、古代ギリシャの歴史家の、それそれ俺避けたやつ、あ、そうだったの、うん、古代ギリシャの歴史家ヘロドトスによりますと、はい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 、実在する首がない民族が存在していたことを伝えていると。ロマンがあるよねこれね、内夢やもんねこれね、はい、そして歩いていって、気になるのありますか。いや気になるものだらけですけど、はいはいはい、ちょ、ミロを無視するのやめてもらっていいですか。あ、ミロを見ろ、ミロを見ろ、違いました。あのシーンとしてますよ美術館が。いや美術館ってそういうもんなんですよ。ミロのヴィーナスってもう説明不要ですよね。紀元前2世紀ギリシャ神話の女神アフロディテの像ということなんですね。これを見に、まあ、ルーブル美術館に行く人も多いんじゃないですか。そうよね、はい、世界で最も有名な彫刻とされている彫刻。いやだって見たことあるし教科書に載ってるもんね。そう載ってるよね。世界中で両腕がどんなポーズになってるのか論争が起きています。ちょっとこうジョジョ立ちみたいな感じなんですかねこれね。銅像のポーズの論争としては、左手でリンゴを持っていて、うんうん、右手で布を持っている、はい、海の中に入ろうとして着ているものを脱ごうとしている、何かに驚いて慌てて下がった服を着ようとしている。サメを見たんかもしれんけどな。え、海に入ろうとして、うん、やばいサメおるわ。もうちょっと目線下ちゃうかそれだったら。で実はこれ横にもう一人立っていて、その人に手を差し伸べようとしてると。腕の部分がないことで、うん、全体像への想像をよりかきたてる力があるとされています。戸谷君ちなみにこの考察術他にもありますか。僕もさっきこういうポーズをね、こういう感じのポーズやりましたけど、うん、そうじゃないと思うんですよね。じゃないよね、まあ、女神ですから、うん、こうやってね救いの手を差し伸べてたんじゃないのかなっていう、うん、何やってんねんじゃこれ分かれ。でもなんかこういう傷とかもついてるの全然知らんかったな。そうやね、このね服のね、なんだろうな、ゴツゴツ感が意外とね、そうそうそう、粗いんですよ。硬い布感あるやんか。しかも肌はめちゃめちゃしっとりしてる感じなんよね。ねそう、でも服は結構ね、ちゃんとシワを造形されてるから緩急っていうのかな、なんか芸術性を感じるね個人的にはね。これ畑から出てきたんでしょ。びっくりするっくない。いやびっくりするよ、だって耕しててこれ出てきたらさ、うー腕とてもたって思うもんね。まずそう、しかも周りに最初からやっぱ腕なかったのかな、うん、なんか割れた気もするような跡よねこれ結局。そうなんだよね、だ最初がなかったのか、うん、途中でなくなったのか分かんないもんねこれね。もしかしたら闇のオークションとかでミロの腕とか出てくるかもしれない、ね、だってフィギュアだってさ僕めちゃめちゃ持ってるけど、やっぱパーツの破損とかあるから当たり前に。あるよね。ねえ、じゃあちょっと次行きましょうか。すごいわ。うわこれ見たことあるぞ。俺見たことあるよねこれね、ハンムラビ法典やん。ほんまに人体文字みたいな文字書いてんな。文字が刻まれてますね。すげえな。まあ、目には目をということでね、はい、ああなるほどなるほど、あ、わかるんですか。いやいやすごいな、GoPro のようにさ翻訳機ついてる。なるほどなるほどなるほど。どういうこと、なんて書いてます。2月22日晴れだったとか。日記やん、うん、子供生まれたんですねここら辺で、ね、そうだ、あそうなんや。誰の子供生まれたんですか。アヌンナキ。人のことは壊れますよ。はい、うお、デスマスクや。すごい、ナポレオンのデスマスクやってこんな顔してはったもんね。鼻長っ。お前横から見ることがあんまないもんな。こういう感じやね。そしてこう進んでいきますよ。うわうわ、ついに来ましたね。え、待って、ミステリーバッグ持ってる。確かにね。はい、ということでこちらはですね、シュメール文明の石碑、まあアヌンナキですよね。
ありがとうございます。陰でね全然見てないんですけどね、はい、ありがとうございます。アヌナキカをやったんですけども、もう38万再生されてると。いやだってアヌナキ言ったらね、うちも多分500万いや1000万再生くらいされてるコンテンツっすよ。で東亜くんの言ってくれたそのミステリーバック会はもう42万再生。すごい。世界中のね壁画に存在する謎のこの書かれたハンドバッグ、そしてこの謎の消化体ですよね、うん、松ぼっくりなんですけど、これそうね、これが知恵のね、これを食べてっていうことだよね。はい。で他にもですね、惑星ニビル界65万再生ということでですね、このアヌンナキとかシュメール文明のことはですね、小屋スタでもたくさん取り扱ってきてめちゃくちゃ再生されてるんで、画像でしか見たことなかったね、うん、だから細かくこう生で見たらさあ、こうなってんねんみたいな発見がめっちゃあるやん。いやほんまにね。ねえ、ちなみにさ、こっちはね、はい、そのミステリーバッグということで、はいはいはい、なんかこうタイムトラベルの装置だったっけ。そうですよ。って言ってたけど、これなんですかね、このムチみたいな3本。鈴なんこれ、うん、え、これが鈴、これどういう効果ですか。こっちはなんかタイムスリップできるって言ってましたけど、うまくる、うまくるんやで、これ知らん。え、だからここに馬映ってるやん、ほら見て、これ馬がね呼ばれてるから、こっちのほらイラストの方に行ってる行ってる、行ってますよってイラストの方に行ってない確かにこれね、タイトルも戦士と馬なんですけどね、はい、結構常識。いや、ちょっとその辺はちょっと分かんないですけどね。そうですか、はい。じゃあ次こちらですね、進んでください。はい。うわ、とにかく右を見てほしいです、まず。うお、そう、アメリカにある自由の女神が有名すぎるんですけども、まあ、もちろん大きいですよね。大きい。ただこちらに関してはちょっと、まあ、小さく、それに比べたらもう確かに思えると思うんですけども、10分の1サイズ。まずね、そもそもフランスのパリにあるサイズ、これ原型なんですよ。フランスのパリにもある。もともと自由の女神っていうのは贈られたものでしょ、うん、アメリカに。確かに、独立記念してね。そうで、ニューヨークとパリの自由の女神は海を挟んで向かい合ってるんですね。なるほどね、はい、でフランスのフリーメイソンからアメリカのフリーメイソンに贈り物だったっていう一応説を紹介しました、ね、はいはいはい、はい、そしてさっきもちらっと言いましたけど、こう上見てください、ピラミッド型のガラス張りの天井、すごいね、これ圧巻よな。おこれすごいと思うな。いや、ここ非常にね、この光の取り入れ方とか、もう非常に神秘的なね、パワーを感じる部分ですね。っぽく喋ってますね。うん、はい、どうですか、三角の。これはね、多分鮮度とか保ってる。鮮度って美術品は鮮度が大事ですからごめんなさい、あの相当古いところから出土してるんですけど、鮮度なんですよ鮮度って、お魚とかで以外聞いたことないよ、そんな。あ、いやいや、見てください、自由の女神。いや、終わってん、それもう。ここ見ることなくない、ここ。うまい、うまい。15でノーベンバー、まあ、日付書いてるわけなんですけど、15で1889年ですよ ね、はい、ね、11月15日ということでね、はいはいはい、これでも15という、まあ、数字は、うんうん、まあ、やはりね 1+5 で6ですから、6というとね、フリーメイソンが非常に好む数字の、ね、一つということを言われておりますからね。ほんまか。下の方に行ってみましょう、ね、下もあるんですね。下もあるんですね。すごくないですか、この地下、いろんなものが置いてますけど、ね、うわ、見てください。え、おった、お前2体目のスフィンクスやろちっちゃすぎるよ、それだったら。もともとね、エジプトのね、ギザのピラミッドの横にあるスフィンクスは2体あったっていう説を紹介しましたけども、うん、そのうちの1体がここにあるっていうふうなボケをされました。今年僕らもね、エジプト行こうとしてますけども、行きたい行きたい、こういうところで予備知識をつけていくとより面白いですよね、やっぱね。ちゃんとありますね、うん、死者蘇生のやつ。お前や、なんて名前やったかな、忘れてしまったけど、うん、あるね。うわ、当時馬こんなでかかったのかな、すごいね。まあ、人もね、大きかったって言われますから。あ、そう、古代はね、人もね、巨人サイズだったって言いますもんね、うん、これさっきの鈴で呼ばれてた馬ですさっき、ね、お尻しか見えなかったんですけど。あ、なるほど、はい、お、あ、気になりますか、これ。猿じゃないですか。え、そうですね、バゼラングとか。でも信仰がありますか、うん、何の信仰があるんですか。あ、太陽の神信仰です。いや、それあのチャンネル違うくないですか。いやいや、もうこっちでも合ってるから。はい、あ、これね、あの、さくらももこ先生かかる、ね、いやいや、チーズナルコちゃんじゃないんですよ。違うんですか。はいはい、おかっぱ頭に似てるんだと思いますけども、うん、違うんで。あ、違うんですよ、はい、そしてそして、うお、これ見てください、これついに見つけてしまったよ。はい、これもポーネグリフですよ、これ。紀元前1450年頃のエジプトの壁画なんで。すげえ、太陽暦4000年、人は争い。いやいやいや、だからその GoPro 優秀すぎるよ、こんなんで翻訳できたらね、ちゃんと彫られてんだね、これ。すげえな、すごい。しかもさ、例えばここ鳥がね、ここ並んでると思うんですけども、うん、ちゃんと形がちょっと違うよ。そう、だからちゃんとこう彫ってるの。そう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 、めちゃくちゃすごい。ここの包丁2本とかも違うもんな。そう、これ刃物よね、絶対ね。まあ、でもこれはね、2国間の武力の大きさの違いを表してるってことが言われてますね、うん。確かにここにさ、なんかいるはずのないペンギンみたいなやつもおるしさ。確かにね、
すごいわ。どうなってるんやこれ書かれた時代は。不思議やわほんまに。うわ都合が悪いから破壊されてます。うわだこれはなんか隠蔽されてる形式ってことか。なるほどね、はい、これはですね紀元前500年頃ということで。確かにこっちの方が、うん、さっきの文字がはっきり書かれてないんですよね。あ本当はごまかされてるのか。そう腐食しちゃったのか。うわピラミッドがある。なんだこのピラミッド。すごいねこれね。またなんか書かれてるわ。うんうまい。えこれもしかして、はい、あれちゃう。何ピラミッドの上の部分。なるほど頭頂部ですか。そう頭頂部が落ちてきたんちゃう。外されてるっていう。そうちょっと石の材質違うっぽい感じするんですけど。いやいやこういうピラミッドもあるんよ、はい、でもねこれはですねベレペンセカーフの小ピラミッドということで、これは一つの単体の作品ですね。パワーを感じるかな。感じますかこれ、うん、はいちょっと回っていきましょう。昔の人頭長かったんですね。いやいや乗っけてるだけやろこれ。あそうですか、うん、これって怖すぎるわもう頭。他の人まともすぎるやつだったら。あ大さんこれ気になります僕。これ何を持ってはるんですかこの女性は。あれよタバコ吸うやつ。アイコスですか。あそうそうそう。いやいやなんでアイコス持ってるの。古代にもアイコスに似たものがあったんじゃないのかとか言われてるんですよね。あそう、はい、でこれなんかこう人をねこう踏み台にしてるというか、うん、てかめちゃくちゃ失礼やったわ。知恵の聖母って書いてる。知恵の聖母、うん、アイコス吸いません。この人の上に立ってるという意味ではちょっと気になりますよね。確かに福沢諭吉怒るな。ちょっとなんかコロンビアのねなんかあの映画のやつに似てますけど僕からしたら、はい、すごいね。ここはちょっと聖母ゾーンだよね。そうだね。 あまりにも何ですか。えそれはね多分ね空気清浄機とか貸し付けたと思うんで全然違う。下の方にもピラミッドのマークがあります。いやいや違うんですよ違うんですよ。あそこ触れなくていいんですよ。そうなの、うん、関係ないんで、うん、すいません大丈夫です。はい。わベートーベンある。昼寝してる時かな。なんでそこを彫刻にされんねん。考えてるとこちゃうん。考えてるふり。人やったら分かるんですけどね。ふりってない。仕事サボってるやん。ルイ14世や。こっからお酒出てくるんかな。いや違いますやん。顔あんのに顔ついてるもんな。ねえちょっとねゾーン系な感じがしますけど。こういう服が好みやったんだ。いろいろこう想像力をかきたてられるよね。おヘッドホンしてる人おる。いやでかすぎんだろ。絶対この時代ヘッドホンないはずやのに。いやないよ。え、これヘッドホンじゃなくて、どんだけ爆音で聞いてんねんこれ。これ何巻き貝。じゃあ巻き貝。じゃあ巻き貝じゃおかしいやろ。まあ、見て見て見て。この辺なんかほら、コロシアムのさ、ほら。あ、確かに。レベッカが被った兜と似てるもんね。確かにな。気になりました。ちょっと外反母趾気味っすね。いやいやいや、女性特有のね、はい、ありますけど、はい。はい。そしてこちら最後一周回ってきましたけど、千手観音ということで。ずっと気になっててんな。すごいよね、このデカさ。圧倒的やろ。圧倒的ね。ちゃんと手を合わせてる。何を祈ってるんですか。でも再生数。再生数。再生数。千手で。千手でってどういうことですか。何万再生のことですか。千手でっていうのは。全部のスマホでタッチしてほしい。あ、なるほどなるほど。これ一個ずつにアカウントを持っているってことですか。そう、それはもちろん。それは嬉しいことですけどね。観音様ですから。お、弥勒じゃないですか。弥勒ですね。弥勒菩薩ですよね。こちらね。うわ。はい。宇宙を創造したとされてますけども、トラ君がいない時に島田秀平さんに来ていただいた時の回で弥勒についてやりましたけども、地上に現れて人々を幸せに導く救世主というふうにやりましたけど。すごいな。外反母趾じゃないもんな。いやまた心配してあるやん。やっぱちゃうねんな。はい、ということでですね、僕たちも結構予備知識を持ってきたつもりなんですけど、はい、学ぶのは分からないものも多かったよね。そうですね、やっぱルーブルと同じぐらいのレベルのものがあると、うん、そうだよね。いや、すごい価値のあるものばっかなんでしょうね。そうだって本家のルーブル美術館も1日じゃ回られへんっていうやんか。確かに確かに。ちゃんとこう下調べしたり詳しい方と来たらより楽しいだろうね、うん、いや、見たい、ね、ちょっとお近くにいらっしゃったんでちょっと呼びしていいですか。はい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 。館長さんがですね、どうぞどうぞ、はいはい、あ、はい、館長さん、はいはい、坂東英二さんとかではなく、いやいやいや、ちょっと似てらっしゃるなと思って。そんなくないよ。はい、すいません、はい、ゆで卵食べてませんから今日ね。すいません、すいません、すいません。はい、ということで、はい、もしよかったら、これで帰っちゃうのもったいないんで、一個ずつのこととか、僕たちが興味をより持ったものについて、ちょっと深掘りじゃないですけど、ちょっといろんなことを教えていただきたいなと思うんですけど。めちゃくちゃ教えてほしいですね。大丈夫ですか。はい、どうぞ。あ、いいんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この建物に関して一つちょっとほとんど公開してないんですが、はい、パリのルーブルからですね許可を得て美術館を作るにあたってですね、はい、ピラミッドの計画を聞きましてね、はい、でフランス
というところは、まあ、計画してもものすごい時間かけて建物を作りますので、うんはい、6年とか7年かけて本家のピラミッドはできたと思うんですが、実際聞いてこの建物を建てましたんで、はい、こっちのピラミッドの方が早くできてしまったという、それすごい、いきさつもあります。なるほど。そうなんや。じゃあまだまだたくさん多分聞きたいこともあるので、はい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 、本当はここで終わろうと思ったんですけど、はい、ぜひねちょっと次特別に1回分使って、はい、館長さんにインタビューさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。気になる方はぜひチャンネル登録とそしてコメント高評価よろしくお願いします。はい、それでは本日の鳥肌スコアは369ミロクですね。本日の鳥肌ポイントは本当に、ね、最初異世界かと思ったんですけど、うん、見てみれば見てみるほど気になるものがめちゃくちゃあるんでね、うん、次回よろしくお願いします。お願いいたします。それでは See you Bye。 こちらですね、こう2日目のメインロゼッタストーンです。これうわー出たロゼッタストーンや、明らかに隠されてるもんな、これ。そう、館長さんが特別にお話をしてくださるということなんで、はい、ちょっとお伺いしてみたいと思います。よっしゃ、デスマスクもありますね。すごいですね。ちょっと待って、上から見たら分かるけど、角みたいなのつけてるのね、モーゼって。知らんかった。それがね、モーゼは光を放ってるっていうヘコヤコか何かを誤訳して角をつけたっていう。こうなんか立体物になって、こう身近で見れるからこそ分かる発見みたいなのがありますもんね。そうですね。すごい。だって恐竜の玉あるよ。